カンボジア王宮プノンペン衛星写真プノンペンとはカンボジアの首都。カンボジアの行政、文化、経済の中心地で東洋のパリと歌われたフランス植民地時代の美しい街並みが残っている。また王宮がありカンボジア国王一家が住んでいる。プノンペンという名はクメール語でペンの丘という意味である。ペン夫人は 信心深い女性で川を流れてきた仏像を見つけ、近くの丘に祠を作り、仏像を手厚く祀ったことからプノンペンと名付けられ、それが町の名前になった。その丘はワットプノンと名付けられ、ペン夫人の像や仏像が立っている。視聴者13世紀ジャヤバルマン7世の時代、ワットナロムの地に寺院が建立されている。 1431年シャムの旅重なる、進行により時のオーポニエやあとはアンコールトムから、コンポンチャム州のスレー山ン島に戦としたが、あまりに河川の氾濫たびたび起こるので、プノンペンに再戦としたという。15から16世紀は、プノンペン、ロンバイクと、首都も転々とした。16世紀、4つの大河の出会う場所、すなわちチャットムックの名で知られたプノンペンは、 交易が盛んな町ではあったが、湿地帯だった。スペイン人やオランダ人、あるいは家境や日本人が貿易で多数往来していた。彼らはカンボジア王室の内紛に介入したりもしていたという。1866年王宮建設、うどんからプノンペンに戦闘を行った。1920年代、アジアの真珠、として知られる。プノンペン国際空港建設。 1953年のカンボジア独立以来1960年代までは隣国の内戦をよそに表面的な平和を保ち、プノンペンは東洋のパリとしてその美しさと治安の良さを称えられていた。1970年のロンノルによる軍事クーデターによりアメリカがカンボジアに軍事介入し共産勢力を攻撃するために農村部に爆撃を開始した。 そのため農業ができなくなった農民たちが、アメリカからの空輸食料を求めて首都に集結せざるを得なくなり、1975年論のる、政権末期にはプノンペンの人口は200万人を超えていたと言われている。1975年4月17日、クメールルージュによりプノンペンは陥落した。最初は市民に歓迎ムードで迎えられたクメールルージュであるが、 アメリカが爆撃に来るなどと市民を偽り、あるいは暴力をもって強制的に市民を各方面へと放築した。この過程で抵抗して射殺されたり、自殺したり病人、老人や子供、妊婦など数万人が犠牲となったと言われている。以後1979年1月7日のベトナム軍とヘンサムリン率いるカンプチア民族嗅国戦線とによるプノンペンカーナまでの間、 都市人口はわずかに5000人ほどであったと言われている。プノンペンには S21 という、もともとは、キエンスワイという土地で高等学校だった場所に、強制収容所が設けられ、ロンノル時代の公務員、軍人、知識人はもとより、クメールルージュの忠実な幹部までが様々な、スパイ容疑のもとに収容、拷問された挙句、市街近郊の中役にある、 いわゆるキリングフィールドにて残殺された。2万人以上収容されて、生存者はわずかに6名と言われている。ちなみに、映画でも有名になったキリングフィールドという言葉は固有名詞では、決してなくカンボジア各地に存在する。またこの時代、シハヌーク元国王一族は、シハモニ原国王ともども、プノンペンの王宮に遊兵されていた。しかし彼らは、 プノンペン陥落前にクメールルージュによって中国に脱出させられた。1991年にカンボジア内戦が終結し、その後はカンボジアの経済成長とともに発展を続けている。近年では日本企業の進出も活発であり、2014年にはカンボジア国内初の本格的ショッピングモールであるイオンモールプノンペン、さらに2015年には カンボジア国内初の日本資本のホテルである、東横インプノンペンがオープンした。また、三菱商事や三井住友銀行、パナソニックの企業も市内に事務所を設置している。カンボジア南部にあり、メコン川の浄化流、トンレサップ川、バサック川の4つの川の合流点に位置する。他の州と並列の首都単独の自治体であり、首都プノンペン、プノンペンとなどと呼称されている。 14区に分かれている。日本語は在カンボジア日本大使館の表記チャムカモンク、ドンペンクナナマカラク、トゥ、ルコーククダンコーク、ミエンチェイクルセイカエウクセンソクククポーセンチェイク、チロイチョンバークプレークプノークチュバーオンパークボンケンコン、クコンボ、ルクオーキュープノンペン国際空港プノンペン駅、プノンペン郊外カンボジア最大の空港、プノンペン国際空港がある。 日本への直行便は2016年9月1日より全日本空輸によって成田国際空港プノンペン国際空港間で直行便が1日1往復運航している。普通量インドシナ時代に鉄道が整備されタイへの国際列車が運航もされていたがカンボジア内線により設備は荒廃した。戦後カンボジア国鉄によりプノンペンバタンバンに1週間に 一往復運行された時期もあったが、2010年現在、全線運休状態である。2010年代には、タイに向かう鉄路の修復が行われており、2018年段階では一部区間は、運行が可能な状態となっている。2014年2月2日から、試験的に一路線を走らせ始めた。当初は、モニボン通りを南北に往復する系統で10から15分間隔での、 運行となっていた。その後、2014年3月より1番の本格運行を開始した。さらに2014年9月には2番と3番の運行を開始した。国際バスまた隣国ベトナムのホーチミン市への直行、または連絡バスがあり、最もメジャーなゲストハウスの老舗キャピタルゲストハウスが運行するホーチミン行きのバスは、バベット、木媒国境までは、 キャピタルゲストハウスのバスをベトナム側は新カフェのバスを利用するデタム通りにある新カフェ本店の前に到着するまたタイのバンコクへの連絡バスも運行されている乗り継ぎはシェムリアップの場合が多い国内バス国内の各都市へは路線バスが運行されているキャピタルゲストハウスの場合ゲストハウスの前からシェムリアップ行き シアヌークビル行きなどが運行されている。プノンペン市内から地方への乗り合いの路線タクシーが運行されている。決まった時刻表はなく、タクシーが定員になると出発する。市内を走るメータータクシーが2008年4月頃から登場。同年10月現在、依然として台数は少ない。しかし電話予約、無線配車のサービスも受けられるようになっている。 観光客の足として、バイクの後ろにカーゴを連結させ、そこに客が乗車できる仕様。料金は交渉制で、下記の元ドップの1.5から2倍ほどの料金。庶民の足として、バイクの後ろに客を乗せる元、ドップが市内を流して走っている。料金は交渉制。シソワットキーの船着き場から隣国ベトナムのビンスウン国境を経て、チャウドックまでメコン川を通行する。 国際ボートをいくつかの旅行会社が運営している。ワットプノン国立博物館があり、アンコール遺跡の複製品がある。また本物のラオンの像などがある。ありがとうございます。